公園広場若見古城は山梨県北都市須多間町若見古にあった日本の城。中世の山城で現在は城跡が残り北都市指定史跡となっている。所在する北都市須多間町は山梨県北西部に位置する。西川、湯川に隠された三本の尾根城に立地し北側から北城、古城、南城の三つの城郭から構成される。 海の国史では、上司を、海、源氏の祖にあたる白木三郎を義光とし、義光からその子孫である、源の乗り気を清光に伝えられたとしている。戦国時代には、武田氏の品の信仰における、後進国境として重要視され、佐久、諏訪口方面からの,のろしの中継点、陣立ての場所として利用されたという。武田氏の滅亡後、 武大領をめぐる天正十年六月の天正人語の乱では、品野国から、相模国の北条宇直が海へ侵攻し、若見古城に本陣を置き周辺の城塞に布陣した。これに対し、三河国の徳川家康は、現在の韮崎品田町中城に所在する、新府城に本陣を置き、七里岩大城の城塞に布陣し、北条勢と対峙した。 同年10月には、徳川、北条同盟が成立し、宇治名は、甲斐、鶴軍から撤兵した。若見古城の内北城は、小手差し坂の南に位置し、規模は、東西100メートル南北400メートル。西側、南側に土塁が残されている。古城は、西側の尾根城に位置し、規模は、東西100メートル、南北200メートル。古城は、明治期に、 若見湖で起きた大火の際に土取りが行われ破壊を受けている。南城は大地東側の張り出し部分に気づかれ若見湖に所在する当然寺の旧地であったという。南城も1982年の土取りの際に破壊を受け、この時チャウスや常名焼の破片など異物が出土している。1982年には農村公園建設に際して 古城において、発掘調査が実施され、野源堀や掘立柱建物跡が検出されている。1984年には、北城の発掘調査が行われ、柱高列が検出された他内地土器や河原家などが出土したが、時代を特定できる以降、異物は見られない。北城、古城、南城のいずれも北側の防御が手薄であることが指摘される。 地名の一章として、古城北東の沢が、辰野口、南城東側の沢が、白木久保と呼ばれる。山梨県の地名 P544、北都市の文化財一覧北都市公式 HP ハット。山梨県の地名 P544、山梨県の地名 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 P p 五百四十四山梨県の地名。p 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 五百四十四山梨県の地名。ピアニッシも四十四から五百四十五山梨県の地名。p 五百四十四山梨県の地名。p 五百四十五。ありがとうございます。